皆さんこんばんは。今週も始まりました。森下仁丹プレゼンツバイオレディオでございます。はい。ななちゃん。はい。ななちゃんはもう仕事柄、写真を撮られるということにはもう慣れているというか。大好きです。やっぱそうですよね。はい、僕とかやっぱ、ちょっと、例えばですよ。はい。チラシの、ジャケット、なんていうの、ジャケット撮影っていうの、はい、ああいうのとかでも、あ、もうちょっと、じゃあ、かっこつけてみましょうって言われるのが無理なの、はい。ああ、なるほど。恥ずかしくなっちゃう。でも、静香さん、あれですよね。普通のオフショットの顔とかも、たまらなくいい顔してますよ。本当ですか？あの変顔。いや、ほらね。でしょ？だからね、あれがいい。写真を撮られる人のコツじゃないけど、はい、そういうのを教えてもらいたいなと思ってるぐらいです。そうですね、はい。はい。ということで、今回のゲストの方は、もう皆さん、はい、あれです。ご存知のというか、もう、はい、うちのバイオレディオの準レギュラー、はい、いや、もうほぼレギュラーです。はい。では、ゲストの方、紹介お願いいたします。お願いします。写真家の山岸真先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして森下隆一先生にも来ていただいております。はい、はい、どうもよろしくお願いします。なんか山口さん、本当ご無沙汰で。でもコロナになってから初めてですかね。いや、そんなことないです。一回これ来てあげましたね。いや、これ本当、この間、あれそうですね。はい、前々回ぐらいの収録にいらっしゃってます。来ましたよ。はい。飯森先生がいた。あ、飯森先生、あ、あの会員と、うん、そうでございます。なるほど。はい、まあ今回あの MC が奈々ちゃんということで、はい、ね、お久しぶりです。お久しぶりですよ、はい、毎日見てるから、はい、インスタで、はい、私も毎日見てます。だから Facebook でちょっとね、はい、じゃあ何ですか今日は。何だ、違うんだ違う人に見えた。今日は脱いでないです。今日はよくインスタの時とかね、はい、あのこれ不思議ね、水着のやつが多いから、はい、水着とかを着て出てるのを毎日見てると、こうやってピシッとしてね、こういうワンピースなんか出ると違う人に見えた、はい、どっちが魅力的ですか。こっちがいいです。嬉しい。服着てる方がいいです。心を脱がしたい。あ、これを脱がしたい。え、生身の、はい、天野先生、奈々ちゃんも会うの。先生は1年近くぶりですかね。あ、そんなに開きました。はい、去年 YouTube の生身、はい。いや、でもね、気をつけてほしい、インスタとか載せる写真。はいはい、電車の中で、パッて開いた時に、はい、ね、すごい写真とかで、ね、セクシーなやつ上げてると、ね、思わず周り気にしちゃうから、はい。写真はいいけど、声が出るじゃん、最近。あヌーリーはちょっと、ね、いきなり大音量で。わーって出てくるから、ね、止めようがなくて。ものすごい焦る。はい、でもめちゃめちゃ言われます、それ人に。本当に。それが狙いです。それ狙いなんだ。はい。まあ、はい、山口先生、どうですか最近の大雑把な振りですけど、どうですか最近の活動はつたましいです。よくね、生き残ってるよね。仕事も体も。いや、本当に毎日お忙しそうで。仕事も体もよく生き残ってるって自分で思うんですけど、うん、だけど一つだけ、はい、先生のこう、ね、この状況で先生の飲み会とかもなくなったし、はいはい、あの、何もなくなったんで、はい、外に出ていかなくなったんですよ。はい、で、家に帰る。家に帰ると、ネットフリックスを見ちゃう。あ、そうだ。そしたら、はい、8時ぐらいに眠くなっちゃう。はい。あ、わかるな、それ。で、寝落ちしちゃう、一回。で、11時ぐらいに起きて、お風呂入る。はい。で、もう一回見ようと思って、またやると、また寝ちゃう。そう、ネットフリックスいつまでも終わんない。で、この間まではね、管理見せたんだけど、今ちょっと違うの 見始めたら、またハマる。そうなんですね。ネットフリックスって映像も綺麗だし、お金かけてるから、もう三流の映画なんか見れないですよね。ああ、私予算が違いますもんね。ネットフリックスの予算って聞いてるとすごい莫大ですよね。確かに。でもそんな生活、なんか山岸先生っぽくないと言ったらおかしいですけど、可愛らしい一面ですよ ね。家にいるなんてって思っちゃいますもん。いや、酒強くなってきて。酒強くなってきて。はい。で、ワインセラーに入れてるワインとか、いろいろあって、飲んでみようかなとか思いながらポンと開けると半端にするのめんどくさいから、まあ、そう、確かに飲んじゃう飲んじゃう飲んじゃう、逆に強くなる、もうダメですよ。弱くなる人が多いんですか。逆にお金かかっちゃうね、家に。ああ、外の方が、外の方が、外はだって先生と言ったらごちそうしてもらえるし、ね、例えば外行って、はい、もう、うん、僕のカメラマンの感覚で言うと、はい、カメラマンがこう皆さんを連れてご飯ごちそうなんてことはまずないから。確かに聞かないです。だからもう本当に僕なんかはいつもこう、はい、こう自分はお相撲さんじゃないかなと思うぐらいごっつんって。あ、そうかそうか。やっぱりワインが多いんですか、飲まれるものって。そうですね、やっぱりワインですね。最近は白ワインを飲みますね。あ、そうですか。僕でも最近先生の時代だなと思ってよく週刊誌見てるんですけどね、あの昔の懐かしい人がすごい出てくるじゃないですか。あのね、はい、僕出さないようにしてるんですよ。でも宮崎よし子さんとかね、斉藤恵子さんとかでしょ。はい、もうなんかね、だからこの間恵子ちゃんなんかさ、喋、うん、ってんのにさ、俺にさ写真撮ってって言わないで一緒にご飯食べようとか言ってんのに、うん、
なんか違う人に撮られてさ、出てるもう面白すぎるよ。いや、だから本当になんか先生が撮った全盛期の写真が、ね、いや、だけど、最近すごいんだから。やっぱりね、うん、今ね、はい、これ難しい話していいですか。はい、5年なんだって。5年。その、ものを出して、例えば DVD でも出して、写真集とか出して、うん、5年までは出たものはしょうがない。はい、肖像権とか。はい、だけど5年を区切りで、はい、本人の承諾がね、出せないんですよ、今。ああ、そうなんですか。それは法的じゃなくて倫理。はあ、それで大体大手がそうなっていくから、はい、20年前、30年前、はい、40年前の人、はい、まあ、やってくださってる人はいいけど、そうじゃない、お嫁に行った人とか、はい、九州住んでますとかって、電話できる、まあ、できないですね。さすがにね、30万くれるとか40万くれるって言っても、ある写真で、5枚で30万になったら美味しいじゃないですかって思うけど、いや、まあでも確かにね。いや、もうめんどくさい。話すのも。これってあれなんですか？例えばどっかに、ね、雑誌が掲載したい。で、山口先生が昔撮った あの女優さんの写真を使いたい。でも芸能界引退してます。うん、その時って、その雑誌側とかが電話するんじゃなくて、山口先生がやっぱ連絡する。知らないじゃん。あ、雑誌社なんか、本人の住所なんか。あ、そこも事務所もないから。うん。あ、そういうことか。だけども、結婚式行ってあげたりとか、はいはいはい、付き合いがあったりするから。とかっていうと、携帯電話だけでは繋がってる人もいるわけです。なるほど。で、来るけど、はいはい、そんな話で、本当に10万あげるからやってっては言えない。ああ、やっぱそうだよね。本当。やってればね、現役でやってる人だったらやってよって。ああ、言えますね。まあまあ、それは若干のね、ギャラも行くし、宣伝もあるし、やってよって。言えるけど、はい、もう遥か向こうの人は言えない、ね、まあそれでブレイクする人もいますもんね。いるよね。でも確かにね、決まりがなかったんでしょうね。そう、何年まで使っていいかというのがね、言われてみたら昔なんかそんなないでしょうね。そうそう、だから僕は本当のこと言って、まあ、みんな病気なの知ってるけど、はい、14年前に病気になった時に、はい、大量これぐらいの部屋にポジっていうフィルムがあったんですよ、はいはい、ブワーッと、うんうん、全部捨てたから、全部焼いたもん。だって持っててもしょうがないじゃん。すみません。だって、僕が知り合いやったら買い取ったって言われて。で、その時だったら、はい、売れた、うんうん。で、それを持ってもらって財産にしておけばいいんだけど、うん、だけどそれをね、先輩たちもみんなそうやって先人たちが困って、うん、結局家族が亡くなったら、はい、女子もみんないなくなっちゃって、うん、誰が整理するんだって言うと、ね、整理できなくなって、みんな、だって、すごい先生なんか、家の庭で穴掘って、フィルム燃えないですよ、なかなか。固まっちゃうから。コルタルみたいになっちゃうんですよ。それに、ガソリンかけて火つけたら自分も火傷しちゃって。うちも、山に、千葉の山持って行って、ドラム缶で、夕方6時ぐらいから朝までずっと女子が3人で、入れて焼いて、入れて焼いて、そしたら、それを僕取って出したら、そんなことしてる人いないでしょ。公害で黒い煙出しちゃダメでしょ。確かに、公害で。怒られちゃって。大抑止にいっぱいね。そうそうそう。怒られちゃって。いや、でも今聞いてる人もったいないなと思うでしょ、ね。見てみたい。だけど、これね、簡単にこう捨てると、うん、例えばね、どこにどういう風に流れていくかもわからない。確かに。だから、シュレッダー6台ぐらい壊した。はい、日が短いから最終的にはね、1枚ずつできないから10枚、はい、20枚、30枚になって、ガーッと引っかかって終わりっていう。いや、でも確かにね、下手に流れたら、ね。ただ、僕は、問題になる感じありますよな。僕はね、逆にね、ちゃんと持ってるんですよ。撮ったもん。奈々ちゃんの写真集って何冊も持ってるわけ。ちゃんと綺麗に撮ってある。ありがとうございます。それがあるから、今、スキャンの技術ってすごくいいから、はいはい、だから、まあ、それをスキャンしちゃえば。あ、データにしちゃえば。あ、ええ、あ、なるほど。そうなんです。先生、その、うん、山口先生的にこう、今ほら、フィルムからデジタルの時代じゃないですか。うん、はい、もう結構、先生、デジタルをね、早いんです。ね、早い。日本で一番の。ね、方やから、あれですけど。日本で一番って自分で言えるのは、はい、ニフティってとこが、ネットで配信をするという時、はいはいはい、僕が一番最初にやったんです、はい、ニフティの倫理っていうのは、はい、僕の写真の倫理です。うん、だから100枚出したら20枚しかオールヌードは出せないとか、そういう決まりは警視庁と一緒に作った。へー、僕先生先人なんですよ。すごいですね。携帯電話だってそうじゃないですか、はい、日本で僕だけだったんですよ、配信始めたの。 AU もドコモも、はい、
僕独占だったんですよ、あの待ち受け画面って。へえ、本当にすごい。15万人の会員いたんですよ。みんな僕の写真待ち受けにしたんですよ。先生なんでお金持ちじゃないんですか今。いやもうその時は仕事が好きだったし、せいぜい船買って家買って車3台ぐらい買って終わり、あとは税務署税務署に払って、だからその今こうやってね仕事がなくても生きてられるのは、まあ、少し蓄えて借金がなくて、それをこうアシスタントとか家賃に払ってる。だからもうすぐなくなります。そしたら何をやるかちょっとわからないですね。今まだお金があると狼にならないで済むから、だけど亡くなったカメラマンは狼ですよ、何するかわかんない。もうこんな話聞いていいのかな、ぶっちゃけね、その写真集では、まあ、いっぱいありますよ、買ってくれるだって。でも実はその一回出さないけどヌード撮ったりとか、まあ、そんなないんですか。まあ、そういうこともある。昨日ね、昨日ちょっと、あのミスなんとかさんっての来た時に、あのドレスで来て写真撮ってって言ったんだけど、ちょっと、撮ろうよって言って、君だったら名前あるし週刊誌に載るよってやったら、まあ今日はだって用意してないもんって下着しかないって、下着着てんだろ、一応下着姿でティーバッグの下着で撮らせてもらったけど、もう一歩行くにはね、やっぱり仕事のちゃんとした仕事じゃないともう一歩行けないから、あこの子は仕事になるなとか思うけど。なるほど、すごい話です。それで実際出ないっていうこともあるんですよね。出ないってこともあるよね。今もう写真を出せる雑誌が5誌ぐらいしかないから、まあ、確かにね、そうです。カメラ雑誌があったら2誌しかないですか、うん、あそうなんですか。全部潰れちゃって、あらこのすごいそういうブームなイメージがあるのに、カメラ、まあ、森下仁丹カメラ部とか作ってくれる。いやそうです、そう言いましょう、うん、その方がいいですよね、うん、もう紙がダメだって言うけど、また戻るのは紙なんですよ、大切なものはやっぱ紙だよね、やっぱ女の子でもやっぱ紙で出したいって写真集ばっかりですもんね。みんな夢ですよ ね何冊も出したから、まあ、奈々ちゃんはね、なるほど、俺奈々ちゃんの世に出してない写真いっぱいあるから、それをまとめて出すか。そうですよ、ぜひそれやりましょう。結局山岸先生は何冊作ったんですか。写真集で言ったら1冊なんですけど、 DVD は3、写真集1冊で、はい、1冊だけ、はい、そうなんだ。シンガポール行ったやつ、はい、そうです。 あとは独り占めっていう、あのあれ、写真集シンガポール行ったやつだけだっけ、はい、だからしょっちゅう撮ってたから、だからもう頭混乱してる。そう、なんかいっぱいあるよね、じゃあ。ね、じゃあ DVD やな。それの、ね、じゃあ写真を使えばいいんだけど、僕が撮ってるから。今は撮らないですよ。もう全部、うちのアシスタントに、パッケージから全部。だからもう自分では撮らなかった。そろそろお時間が来てしまったんですけども、早いもんで、山口先生、今後、まあ、まだコロナ禍でいろいろ制限もいろいろある状況ではございますけども、はい、今後どういった感じで、今後はもう来年のことを今やってるんで、あもう来年のことに、もうあの先生にもいろいろお願いしてたんですけど、はい、瞬間の顔っていうテーマで男性撮ってきたのは、はい、来年3月17日からまた写真展をやって、はい、1000人になるんで、はいはい、終わります、あとうとう1000人になる。もうあの今言えないんですけど、はい、もうね皆さんのおかげっていうか、もうお願いしたらね、皆さん出てくるんですよ。うんうん、もう超ですよ。俺自分でもビビりながら毎日。いやこんな人が出てくれるの。撮られたいんですよ、やっぱここまで来るとみんな。いや、周りの人が、うん、撮らせてあげな、撮らせてあげなって言って、はい、断れなくしてる人がいっぱい。もうでもね、千人の顔ぶれ聞いたらね、入ってない方がね、あれ、俺ダメかなと思う感じするもん。本当に。いや、安倍さんから。で、千人を繋げると、全部一つの輪になって、はい、みんな繋がりがあるんです。はい。だ会社、学校、例えば生まれ育ったとことか。これは本当にね、自分でも、はい、びっくりしますね。これ1000人取ったからこそ分かるっていうところの気持ちだと思いますけども、ね、あのこのその姿は、はい、某テレビでちゃんと見れるように、はい、おおすごいですね。これはまた情報が解禁になった際にはぜひお知らせをお願いしたいと思います。あ言うとねあれボツるから、ね、そうですそうなのでまあ来年これとうとう1000人を迎えるということでございます、はい、それと1月からまた、はい、あの違うと銀座の真ん中で
また違う写真展あります。そちらもちょっと楽しい。1月からですね、はい、銀座は、はい。でございます。来年もまたお忙しく、山岸先生活動されるようでございますので、はい、ちょっとお体だけは気をつけていただいて、はい、何かあったら森下先生に、はい、やっていただきたいと思いますので、はい、そろそろお別れのお時間でございます。はい、寂しいですね、はい。今回もありがとうございました。どうも。ありがとうございました。こちらこそ。